2024年4月1日、この日、北の大地北海道から一つの路線が地図から消えました。その名は根室本線、滝川駅から根室駅まで至る全長 443.8km の路線のうち、その道中の富良野駅新徳駅間が部分的に廃線となりました。当チャンネルでは2年前に当該区間の乗り納めを目的とした動画を投稿していますが、今回は断絶する大幹線、根室本線の乗り通し納めを行います。こんにちは、白霊霊夢よ。今日は JR 根室駅に来ているわ。根室駅は日本一東を走る路線、根室本線の終点で、日本一東にある終着駅でもあるわね。このチャンネルでも1年半くらい前に動画にした路線だけど、その時取り忘れたのがこの根室本線終点のしるべね。起点の滝川駅からの距離だけじゃなくて、札幌駅や東京駅までの距離も書いてあるけど、東京まで 1600km か？ちょっと感動。さて、今回は冒頭の語りでも言った通り、根室駅から滝川駅まで根室本線を乗り通していくわ。根室本線自体は過去に何度も動画化しているけど、全区間を一本の動画に収めるのは初めてね。根室駅の時刻表は北のローカル線らしい色々極まった感じで、釧路までは普通列車でだいたい2時間半くらいかかるわ。車のが早いのは言わないお約束。ちなみに使う切符がこちら、余計なもののない根室本線だけの乗車券で、ついでに4年に一度しか使えないウルードシスタートのものね。ってことで乗り通し納めの第一走者は釧路行き普通列車。こいつに終点の釧路まで乗っていくわ。使われてる車両はキハ54というもので、北海道のローカル線じゃ親の顔より見かけるやつね。今日は発車30分前に起床とかいう大寝坊をかましたから、根室駅での撮影はほどほどにさっさと中に乗り込むわ。前日浮かれて宿で深酒すんのが悪いのよ。はい、出発。素材不足で割とあっさり滝川までの長旅が幕を開けたところで、改めて根室本線とこの動画の趣旨の説明をば。根室本線は滝川駅から根室駅までを結ぶ、全長 443.8km の路線だったわ。1921年の全通移行道央から道東にかけての背骨として、一世紀もの間北海道の物流を支え続けてきたわね。でもこの路線図も数ヶ月前までのもの、今年の4月1日付で途中の富良野新徳間が廃止されて、根室本線は途中で断絶した路線になっちゃったわね。そんな根室本線を最後に乗り通すのがこの動画の目的だけど、さっきも言った通りほとんどの区間を過去に動画化してるから、今回は解説そこそこにトントン進めていくからよろしく。そんなこんなで最初の停車駅、東根室駅に到着。ここは日本で一番東にある駅で、ホームにもそれを示すしるべが刺さってるわ。そんなホームは吹きっさらしの一面板張りホームで、言われなきゃそんな肩書きがある駅だなんて気づかないわね。根室本線のうちの末端部、釧路根室間には花咲線という愛称が別に付けられているわ。なんとも可愛らしくて縁起のいい名前だけど、この区間にあった花咲駅から取られているわね。まあその花咲駅はもうないんだけど、花咲線の最大のポイントは眺望の良さで、こんな風に太平洋を一望できるポイントがそこかしこにあるわ。今走ってるのは落石海岸のすぐ近くで、そこら中に陶器家という石の号が転がってるらしいわね。めっちゃ船虫いそう。そんなこんなであっとこ駅に到着。ここからはかつて標津線のあっとこ支線の他に、明治乳業の専用線も構内にあったわ。花咲線内でもそれなりに主要な駅のはずだけど、ここで乗降があった様子はなかったわね。ちなみに現在の車内の様子はこんな感じ。時期が時期だとそこら中同じ穴の無地なばかりだけど、今はどうかしら。割と地元の方も多そうな気がするわ。と、ここで見えてきたのは厚岸湖。厚岸駅の近くにある汽水の湖で、湖と言いつつも厚岸湾と一体になってるから海水が流れ込んでるわ。白鳥の越冬地や単鳥の生息地にもなっていて、この映像でもそこら中で佇んでいるのが見えるわね。はぁ、チャイコフスキー。そんなこんなで厚岸駅に到着。厚岸駅は花咲線でも数少ない有人駅で、釧路側から来た普通列車の半分はここで折り返すわね。それとここは駅弁のかき飯弁当が有名で、近くの店にあらかじめ電話しておけばホームまで届けてくれたわ。まあ今はそのサービスやってくれないみたいだし、そもそも営業時間外だからどうにもならないか。前回といいなかなか巡り合わせが悪いわねー。はい、出発。この駅で地元の学生らしい和光度の集団と、ちびっこ二人引き連れた親御さんが乗り込んで、車内も一層賑やかになったわ。どうやら送ってくれたじいじの車におもちゃを忘れたみたいで、戻りたいって泣きそうになってるのを母親がなだめてるわね。ふっ、微笑ましい。厚岸駅を出てから広がるのは厚岸湾で、駅弁にも使われる牡蠣の養殖やニシン漁が行われてるわ。ちなみに花咲線の区間で海を見れるのはこれが最後だから、海見るだけで血が騒ぐ湘南の民は一旦ぶらさんしまうことね。あ、そうそう、実は前日に野幌岬にも寄ったんだけど、近くの土産屋で懐かしいもんを買っといたわ。なんか昆布ってたまに食べたくなる不思議な魅力あるわよねー。そうして昆布かじってるうちに東釧路駅を発車。ここで網走から八
ってきた専門本線と合流して、二つまとめて仲良く終点の釧路を目指すわ。どうでもいいけど中の人はターミナル駅の一つ隣から分岐するせいで、上り方面だけ異様に本数の増える駅が壁らしいんだけど、共感できる方いるかしら。そんなこんなで根室を出てから2時間半、乗り通し納めの旅最初の中継地点、釧路駅に着いたわ。タイミングよく向こうに次に乗る特急が到着したみたいね。にしても以前の花咲線編でさえ17分くらいはあったのに、ここまででまだ動画時間5分も経ってないって、さすがにペース早すぎって言われないかしら。まあもう今回はこういう方針ってことで。ってことで第2走者は特急大空6号、札幌行き。何年か前に特急大空号編もやったけど、あれから車両も変わって今はキハ261系が主力になってるわ。早速乗り込みたいところだけど、時間的に今日の昼ご飯を車内で済ませないといけないから、外のコンビニで適当に調達してくるとしましょう。車内販売、そんなもんないわよ。いやー、それにしても懐かしい。釧路駅はキハ283系だったり SL 冬の出現号だったり、なんだかんだこの活動始めて以来年1くらいできてるから、この構図でカメラ構えてるだけで色々と思い出が巡るわね。まあ全部私の回じゃないんだけど、それはさておき昼ご飯の調達も済んだから、さっさとホームに戻りましょう。あ、そうそう、今回は自流席に乗るけど、今週のダイヤ改正で大空号から自流席が淘汰されたから、そこんとこ注意が必要ね。それはそうと釧路の時点での自流席の乗車率はこんな感じ。この号車に乗ってるのは私を含めて10人くらいだけど、まあどうせ帯広あたりでドバドバ乗ってくるでしょうね。自流席だからどこ座ってもいいわけだけど。うん、ここにしましょう。というわけで11時23分、帝国通りに釧路駅を出発、札幌までの4時間の旅が幕を開けたところで、さらっと特急大空号のアウトラインオーバー。特急大空号は札幌釧路間の約350キロ、道中根室本線や関庄線を経由して走る特急ね。今乗ってる上り列車でいうと釧路から新徳までが根室本線で、その先が関庄線に当たるわ。で、大空号の停車駅一覧はこんな感じ。今乗ってる6号が止まるのはカッコのついてない駅で、全12本の大空号の中ではまあそこそこな部類に入るわね。前乗った時は終点の札幌まで乗り通したけど、今回の目的はあくまでも根室本線の乗り通し納めだから、終点までは乗らずに途中の新徳で降りるわ。え？特急なんて使わずに普通列車縛りで行けって？いやよそんな限界18キッパーまがいの工程組むのなんて、それに接続ゴミだから終わる頃には夜になっちゃうもの。現在通過中の駅は釧路の一つ隣の新富士駅。この駅は貨物の釧路貨物駅も隣接してて、かつては優別鉄道など複数の施設が乗り入れてたわ。そういえば東海道新幹線にも同じ名前の駅があるけど、向こうは文字通り静岡県富士市にあるのに対して、こっちはかつて近くに工場のあった富士製紙から取られてるわ。ところで鉄道系 YouTuber の鉄板ネタでありがちなのが、遠く離れた同盟の駅同士を移動する企画だけど、パッと調べた感じ新富士でやってる人いなさそうなのよね。誰かやってくんないかしら。お、まあ、また海が見えてきた。奥にちらっと見える船着き場は白糠漁港で、多い日じゃ1日4000トン以上のブリが水揚げされるわ。ただこの辺りは昔は鮭の方が多く取れる漁港で、そのせいか地元の人はあんまりブリを消費しないから、もっぱらふるさと納税とかの道外向けに加工されるみたいね。はぁ、深夜にこんなこと言ってたらお腹空いてきたわ。というわけで白糠駅に到着。昔乗った時は確か通過してたと思うけど、今回の大空号はちゃんと停車したわね。ホームにもこの特急を待つ人影がいくつか見えて、特急停車駅としての格ってのを恐れとなく感じたわ。それはさておきそろそろお腹空いてきちゃったから、釧路駅のコンビニで買ったスパカツとやらをいただきましょう。釧路や他の道東エリアではメジャーな洋食らしいけど、この背徳感を具現化したかのような見た目、最高にそそるわね。そうして少し目を離してるうちに海を越えて峠を越えて、上下一本ずつ大空号の止まる浦幌駅も通り過ぎて、今は亡き北海道地北高原鉄道の起点、池田駅に止まって、帯広の町外れを流れる薩内川を渡って、帯広市の中心駅、帯広駅に到着ね。帯広市は釧路市と並ぶ道東の中核的な都市で、農業を生業に一時期は札幌、旭川、函館に次ぐ道内第4の町ともなっていたわ。根室本線で見てもここである程度系統が分けられていて、特急はこの先帯広発着の十勝号が追加されるし、普通列車もこの駅をまたぐ時は最大30分近い待ち時間が発生するわ。そんだけあれば18キッパーも外出て土産の一つでも買えそうね。はい出発。案の定ここでダバダバに乗客が乗り込んできよったから、自由席も窓側どころか通路側も含めて余裕なくなってきたわね。おそらくトマムあたりで多少の誘導はあっても、大半が札幌まで乗り通すか南千歳で乗り換えるかだから、ここから混雑率が大きく変わることはないでしょうね。繁忙期とか中国の旧正月なら立ち客出るんじゃない？これ。さて、釧路を出てから2時間くらい経ったけど、気づけば日高山脈がすぐ近くに捉えられるところまで来たわね。こうして眺めてる分には美しい風景だけど、実は道内どころか国内随一の急峻な地形の山脈で、登山にせよ交通機関で横断するにせよ厳しい道のりとなるわ。そんなこんな
女で根室を出てから5時間ちょっと、乗り通し納めの中間地点、新徳駅に着いたわ。ってあれ、思ったよりここで降りる人が多い。同じ目的で乗り換えるのか、それとも、新徳駅で根室本線の高川方面と石勝線の南千歳方面に分岐して、特急は後年できた石勝線方面に舵を切るわ。実はここから高川を目指すならここで根室本線を乗り通すより、一遍札幌まで出て函館本線の特急に乗り換えた方が早いのよね。さ、この後は滝川方面の根室本線に乗り換えるから、そそくさと駅構内を後にして改札の外に出るわ。お前は何を言っているんだと言いたくなるけど、この先は2016年の台風被害以降代行バスで運行してるから、ここで一旦外に出ないといけないわね。ちなみに時刻表はこんな感じ。一番右の欄が当駅発の代行バスのものだけど、いい感じに JR 北海道を極めてて笑えるわね。それにしてもここを動画にするのは2年ぶり、撮影日基準で考えたらもっと経つのかしら。あの時は時期が時期だからそこまで賑わってなかったけど、今は鉄を大概にも大荷物抱えたリゾート客もちらほらいて、それなりに賑わいを見せてるわね。そこの蕎麦屋も前は閉まってた気がするし、それはそうと新徳駅のロータリーは絶賛工事中だから、代行バスの発着場所も以前と変わって向こう側になってるわ。以前と変わらない無駄にでかい観光バスだそれね。ってことで第3走者は東シカゴ駅列車代行バス。私みたいな JR ユーザーが乗れるのはもちろん、道中の十勝札幌リゾートの利用客も無料で使えるわ。と言っても前乗った時はリゾートで降りる人はいなかったし、そもそも乗客自体数人しかいなかったけど、今回はいかに、札幌から来る下り列車からの乗り換え客が押し寄せる前に、早いとこ空席を見繕っておきたいところだけど、今回も前乗った時と同じように左側の席に座るわ。というわけで14時ちょうど、3分遅れで新徳駅を出発。前乗った時は全員で4人しかいなかった乗客も、今回は通路側も含めてほとんどの席が埋まってるわ。廃止1ヶ月前の日、18切符期間でこのざまなら、直前の土日なんて目も当てられないありさまだったでしょうね。最終日に乗り残しなんて起きたらシャレにならんぞ。さて、この動画も後半戦に突入したところで、改めてこの先の区間についての話をば、1981年に石勝線が全通していこう。それまで函館本線を経由してた札幌方面の優等列車は、軒並み石勝線経由のルートに差し替えられたわ。石勝線や新徳以南の根室本線はその後高速化のための工事が行われていく一方で、優等列車の消えた新徳以北の根室本線の衰退っぷりは顕著で、貨物輸送の縮小と合わせて列車の数はかなり少なくなったわね。そうして時が進むこと2016年7月、JR 北海道は厳しい経営状況と道内の人口減少を理由に、根室本線の富良野新徳間を含む警護路線を JR 単独では維持困難な線区として、自治体と今後の在り方の協議を進めていくと発表したわ。言葉を選ばず言えば JR が廃止したがってる路線ってところね。そんな市の宣告を受けたわずか1ヶ月後、道東エリア広域で台風10号による降雨災害に見舞われて、根室本線も富良野新徳間を含む広範囲で運休となったわ。特に被害の甚大だったこの区間は代行バスを走らせて、そのまま何の進展もないまま8年放置、最終的に去年富良野新徳間の廃止届が受理されて今に至る。ってのが大まかな流れね。それはそうとしばらく走ってると左手に SL が見えてくるけど、あれは通称デボ1と呼ばれる蒸気機関車の一派で、あの車両は1938年に大阪で生まれて以来、東北や長野を経て1974年に北海道で散ったらしいわ。SL 広場を過ぎてから本格的な峠越えの上り勾配になって、時々霧の隙間から連邦が垣間見えるようになるわね。この先にそびえるは旧石狩の国と十勝の国を分かつ狩勝峠で、急峻な日高山脈を抜ける数少ない通り道となってるわ。そんな峠道をぐんぐん上り進めていくと見せかけて、ここで道中の札幌リゾートに寄り道すべく進路を変えるわ。ここがその札幌リゾートね。前回乗った時は全く乗客の誘導はなかったけど、なんとびっくり、今回は若い女性二人組が降りてったわ。一応新徳駅にリゾート客向けのハイエースがいたはずなのに、わざわざこっち使うのもなかなか渋いチョイスね。あいや、ハイエースが満席だからこっち回されたのかしら。そんなこんなで寄り道も一段落したところで、引き続き東シカゴへまでの代行バスの旅が始まるわ。余談だけど代行バスの運行は廃線と同時に打ち切られたから、今駅からリゾートに行くならシャトルバスの事前予約が必須ね。富良野側からのアクセスは知らん。さて、根室本線のうちの落合新徳間は、1966年までは今走ってる国道に近い線形で、急勾配に急カーブの続く線内のボトルネックになっていたわ。山奥をぶち抜く新線ができて高速化は達成できたけど、それと引き換えに失ったものが一つ、それが日本三大車窓の一枠ね。日本三大車窓ってのは全国の特に優れた車窓のことで、根室本線の旧線区間の眺望も古来の鉄オタに愛されていたけど、新線に切り替わったことで幻の三大車窓と化してしまったわ。ところがどっこい被災した根室本線の代行バスが、かつての旧線に近いルートを走るようになったことで、現代に三大車窓が疑似的に復活することになったってわけね。それがこちら、狩勝峠の中腹から見下ろす視界いっぱいの十勝平野は、確かに先人たちが称えるのも頷ける雄大さね。そこからさらに進み山頂付近にたどり着く頃には、遥か遠く帯広の街並みさえも見渡せるようになったわ。
それにしても今日はいい天気で本当に良かった。前乗った時は一寸先も見えない濃霧だったから、これでもう思い残すことは何もないわね。というかここさえ見届けられれば残り滝川まで全カットしてもいい。そんなこんなでカリカチ峠を越え切って、大甲バス最初の停車駅、落合駅に到着ね。一日一本だけ当駅始発の大甲バスがあるんだけど、朝6時過ぎにこんなバス使う人がいるかは疑問ね。であれれ、前回いなかった利用者がいる。学校からして地元の方っぽいけど、案外さっき話した当駅始発のバスも使われるもんなのかしら。そこからしばらく進んで町らしいところに出てきたところで、ホロマイ駅、元イクトラ駅に到着ね。ホロマイ駅は高倉健主演の映画、ポッポ屋に出てくる架空の駅で、南富良野町は撮影後もセットがそのまま観光資源になると、四半世紀にわたってポッポ屋ネタをこすり続く。失礼、愛を持って大事にし続けているわ。そこの利用店や食堂も映画のロケに使われたものね。ここも前は人っ子一人いなかったけど、うわ、なんかめっちゃいるしめっちゃ降りる準備してる。配線効果すげー。はい出発。現役のイクトラ駅としての役割はこの春で終わったけど、ロケセットとしてのホロマイ駅は配線後も残されてるわ。車さえあれば今後もロケセットを見学することはできるけど、今は8月末まで補修工事をやってるみたいだから、来訪するなら秋まで待った方が良さそうね。しばらく走ったところで踏切に差し掛かるけど、ここの踏切は鉄道が通らなくなって久しいとはいえ、法律上は有効だから渡る前には一時停止しないといけないわ。にしても雪がこんもり積もって雑草まで生え散らかしてて、かつて優等列車が行き来してた路線とは思えないありさまね。そんなこんなで根室を出てから6時間半、大甲バスの終点、東鹿児駅が見えてきたわ。前回も鉄道からの乗り換え待ちの人がちらほらいたけど、今回は乗用車とかハイエースまで何台も止まってて、廃止前の最後の輝きを見せていたわ。乗り換え時間まで駅の様子を撮っておきたかったけど、この様子じゃゆっくりカメラ回す余裕はなさそうね。まあどうせこの駅も過去に一度動画にしてるし、じっくり見たい人は関連動画の方も見てちょうだい。とはいえ何もないのもあれだから一応写真だけ撮っとくけど、もともと貨物輸送をやってた名残か駅舎はそこそこ立派で、吹きさらしの屋外で震えながら待つ必要はなさそうね。中の様子は今回は割愛するとして、一応廃止直前の時刻表くらいは残しておくわ。道内の他のローカル線のせいで感覚鈍ってきてるけど、特急もなしで1日 4.5 往復ってなかなか終わってるわね。乗り換え時間もあんまり余裕ないから散策はほどほどにして、混まないうちにサクッとホームに行きましょう。ってことで乗り通し納めのアンカーは滝川行き普通列車。こいつに終点の滝川まで乗っていくわ。使われてる車両はこれまた道内じゃおなじみキハ40だけど、ここ数年で新型に取って代わられて見かける機会も減ったわね。靴の雪を軽く落としてから中に入ってみると、ボックス席の窓側はとっくに全滅。それどころかロングシートさえ駅舎側はほとんど埋まってるわ。さっきの大甲バスの乗客がそのまま乗ってる感じね。はい出発。幸い一番後ろのデッキ部分なら撮影できそうだから、車内の混雑率が落ち着くまではここにいましょうか。終点の滝川までは1時間と45分。いつの間にか日も西の空に傾き始めてきたおかげで、余命いくばくもない無人駅がさらなる哀愁を漂わせてるわね。ちなみに発車前に方面展望から覗いた根室方の線路がこちら。結局この先の赤信号が青くなることはついぞなかったわね。まあこの時勢じゃ台風がなくとも結果は一緒だったでしょうけど。さて、大甲バスのインパクトが強くて忘れてたけど、ここから富良野までの鉄路も廃線の対象になってるから、最後の車窓を味わうとしましょうか。東鹿越周辺の区間ではダム建設のため人工的に作られた湖、金山湖のほとりを走るわ。釣りやカヌーといったレジャーも盛んに行われてて、対岸にはコテージ風のホテルもあるそうね。てかさっき東鹿越駅に送迎バス止まってたわ。そんなこんなで金山駅に到着。ここの地名はもともとアイヌ語由来のトナシ別だったけど、近くの空地川で砂金が取れたことからこの地名になったわ。ちなみに金山駅の端っこにはランプ小屋っていう、昔ランプや燃料を保管してたレンガ作りの小屋があって、明治時代の国鉄主要駅にはそこら中にあったというわ。時代の流れとともにその数はどんどん減っていって、道内にはこことこの先の山辺駅の2カ所にしか残ってないけど、2つまとめて廃駅になっちゃったわね。ちなみに反対側に座ったせいで撮影はできなかったわ。快速は通過しちゃう下金山駅を発車すると、さっきも話した空地川と並走するわ。道内最大の河川石狩川の支流で、支流としては日本一の長さを誇るわ。それとさっき大甲バスで通った落合駅の由来もこの川で、複数の小川が落ち合って大河になる様から名付けられたそうね。とここでと左側を見てみると、足別岳をはじめとした夕張山地の姿がよく見えるわ。さっき特急の車内で見た日高山脈もそうだったけど、遠目で見ても武骨でゴツゴツしてる感じがするわね。あれがいわゆる男性的な山ってやつなのかしら。なんてことを言ってるうちに山辺駅の近くまで着いちゃって、例のランプ小屋を結局取れなかったのはここだけの話。廃止区間最後の途中駅、布部駅では、鉄オタと地元民とおぼしき人たちが写真を撮りに来てたわ。学生はともかくどれだけの住民が普段使いするか知らないけど、なんだかんだ廃線や廃駅に対して思うところはあるみたいね。まあその思いだけで成り立つほど現実は甘くないわけだけど、そんなこんなでグダグダと管を巻いてる間に、廃線区間の出口、富良野駅にたどり着いたわ。前乗った時はここで降りて動画を終わらせたけど、今回はこのまま終点まで直行するわ。
わね。それと前回はここでガラッと客層が入れ替わったけど、案の定今回もこの一両ぼっちの起動車を待ってる人がいるわね。さすが富良野、外国人観光客も並んでるわ。はい、出発。富良野からは根室本線の滝川方面の他にも、富良野線という路線が旭川まで伸びていて、1913年に滝川下富良野間が開業するまでは、この紫の区間が根室本線を名乗っていたわ。と言っても根室本線の名称は根室まで全通した1921年に付けられたから、この区間が根室本線だったことはないんだけどね。ちなみに当時は釧路線という名前だったわ。さて、この先の区間を動画にするのは初めてだけど、だからって道中これと言って話すこともあんまないのよね。話したいことは大体ここまでの動画内か過去動画で言ってるし、なんか話すネタないかなぁと思ってるうちに上芦別駅に到着って言ったそばから変なカラーリングの車両が現れたわね。なんだあれ。どうやらあれはかつて宗谷本線を走ってた急行の復刻塗装で、2020年のアンケートキャンペーンで実装されたんだとか。じゃあ東急のあいつをリスペクトしたわけじゃないの。そんなこんなで芦別駅に到着。この駅からはかつて三井芦別鉄道という路線が伸びてて、三井鉱山で取れる石炭をせっせと運んでいたわ。一時期は年間100万トンの石炭と300万人の乗客を運んでたけど、バスの充実と炭鉱産業の衰退に押されて1989年に廃止されたわ。芦別市としても相次ぐ炭鉱の閉山に頭を悩ませていて、1970年に4億円を費やして芦別レジャーランドを建設するも、バブル崩壊以降赤字が続いて結局2013年に閉園したわね。ちなみにランド内には大観音だの五重の塔型のホテルだのやたら京都とか奈良あたりをイメージした建造物が乱立してて、駅前にすらちっちゃい広告塔が建てられたらしいわね。ちなみに駅前のやつは2017年に撤去されたわ。芦別に限らずこの区間の駅は大概どこも炭鉱と共に栄えて、そして炭鉱と共に廃れていったわ。特にここ赤平駅は3つの炭鉱からドバドバ石炭が送り込まれて、毎日200両近い貨物列車が全国に向けて旅立っていたそうね。まあ今となっては砂粒 1g も運んじゃいないけど、ちなみに赤平駅の駅舎は6階建ての大層な作りで、赤平市の交流センターも併設されてるわ。てっきり炭鉱バブル時代の遺産かと思いきや、意外にも1999年にできたばかりの新築だそうね。それはそうとこういうレトロな駅舎、個人的には結構好きよ。続けば終点の滝川まであと一駅というところ。東鹿越の時点では鉄オタまみれだったこの車内も、いつの間にか学生が主導権を握るようになってきたわね。この旅ももうすぐ終わりかー。そう思うと達成感より疲労感のがどっと押し寄せてくるわ。住宅街の向こうから河川のある線路が見えてきたけど、あれは滝川駅で合流する函館本線の線路ね。今となっては定期の直通列車は存在しないけど、毎年夏場になると札幌駅から富良野駅までを結ぶラベンダーエクスプレスなる特急が運行されるわ。今シーズンはラベンダー編成って車両で運行されるから、道央方面に行く予定なら乗ってみてもいいかもね。滝川駅の始まりは1898年、北海道関節鉄道の手によって作られたわ。それまでの道内の鉄道は開拓し主導の民のものばかりで、さらなる開拓を進めるべく道庁自ら作ったのがこの鉄道ね。今でいう函館本線や根室本線、宗谷本線の一部を作った後、最終的に道外の主要路線と同様国有化されたわ。そんなこんなで根室を出てから8時間半乗り通し納めの終着点滝川駅にたどり着いたわ。正直な話すると、以前の撮影で廃止区間は乗り納めのつもりで、こんな大々的に乗り通し納めをするつもりはなかったのよね。ただ以前の有無で見れなかった三大車窓がどうにも心残りで、最後の最後に満足のいくリベンジができてよかったわ。これでもう思い残すことは何もないわね。中の人はあんまり紙の切符に対して執着がないから、普段使い切った切符は自動改札機の餌にしてるんだけど、せっかくだし今回くらいは反抗して持って帰ろうと思うわ。どうせなら発行日もうるう年の29日にしたかったけど、ま、別にいいか。そんなこんなで今回は廃線前の根室本線を乗り通したけど、いかがだったかしら。最後になるけど約100年間お疲れ様でした。たとえ路線図から消えても歩んできた歴史は消えないわ。忘れないでいてくれる人がいる限りはね。というわけで今回の動画は以上になるわ。ご視聴ありがとうございました。